どうもマルベリです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあということでございまして、今回のモンスター育成日記は最新モンスター総合ランキングということで、2月1日以降追加されたスペシャルスカウトモンスター含め最新モンスター、クラウド制でスカウトできるモンスターとかを中心に、現環境の使えるモンスターであったり、マルベリの思うところの総合ランキングやっていきたいと思います。まずはこの最新モンスター総合ランキングは最強モンスターランキングというふうに言いたいとこなんですが、まあ、ちょっと定義を決めさせていただきたいと思っております。定義1、実績評価を重視していきたいと思います。まあ、現環境の使われ方でね、活躍しているっていうのも含めの評価になりますので、その点あしからず。そして2つ目、定義2、重複種族の評価は低めに設定するということで、まあ、例えばなんですが、今回の2月1日からのスペシャルモンスターでキラーパンサー追加されましたが、まず定義1の現環境実績評価ということであれば、獣系というところで見るとキングレオの評価が非常に高いので、その場合キラーパンサーの評価ちょっとだけ低くなっていますというようにですね、重複種族というのがこのモンスター闘技場においてはね、少々デメリットになる部分ではあるので、まあ一概にね 100% デメリットってわけではないんですけど、この定義2を設定させていただきます。そして3つ目、個人的な評価です。あくまで期待値を含めというところの評価もありますので、まああくまでご参考程度にしていただければなという感じでございます。まあ私が思っているところというところですね。まずはクラウド制側でスカウトできるモンスターで、以前運営さんの方から公開になった情報をもとにちょっとランク付けをしております。なので流れ的には先にクラウド制で新たにスカウトできるモンスターの評価をやった後、その他のスペシャルスカウトモンスター含めの事実上私のもう最強ランキングみたいな流れで進めていきますが、この中で注目なのはカラクリ兵ぐらいですね。あとはまあ CB というところでなかなか評価難しいモンスターが多いのかなと。サーベルキツネとかはワンチャン、あとイメージキメラとかもねあったんですけど、やっぱりよくよく、まあ、追加されたスペシャルモンスターとのバランスも含めね、まあ、BC の評価が多くなっちゃったかなという印象です。カラクリ兵もマシン系でいきなり怒りがあってで火力をね期待できたところだったんですが、これもねスペシャルスカウトモンスターでマシン系のタイプ G が来てしまったことで、評価的には A になってしまったかなという感じですね。で次こちら、こっちのモンスターが注目のところになると思いますが、まずはスカルライダー、そしてアークデモンが評価 S がついております。まあ、スカルライダーに関してはピンチンゾンビの力をね以前からちょっと私個人的には注目していて、ゾンビ系でこの後にも出てくるんですけど、骸骨をね一応フォーカスはしてたんですが、骸骨よりは性能が良くなってきたかなというところで、スカルライダー、これはもうゾンビ系の中の一応最強モンスターと言ってもいいんではないかなと思っております。ここかなり注目しています。あとはねバグナン岩とか切り裂きピエロ、バリクナジャーあたりのね評価 A っていうところもあるんですが、悪でも、まあ、悪魔系でね、ここが難しいんですよね。S 評価つけさせていただいてますが、ヘルバトラー、ボストロール、悪デモン、この3体の中でどれをチョイスするのか、今のところ3体ともそれぞれいいところあって、どこ使うか難しいなというところなんですが、まあ、期待値的には悪デモンの方が悪魔系はワンチャンあるかなと個人的には思っております。まあ、このアークデモンに関してはこの後スペシャルスカウトモンスターのその悪魔系のところでもちょっと話したいなと思っておりますので、一応頭にだけ入れておいていただきというところで、まあ、爆弾岩のねピンチに弾け飛ぶとか、そこら辺とかの注目もあったり、バリクナジャ切り裂きピエロに関しては怪人系でというところもあるんですが、一応 A 評価ということでざっと活かしていただいてね、この後もう一度ちょっとねこの画面に戻ってまいりますので、まずはクラウド性の評価というところで見ていただければと思います。そしてここからでございますね。来ました、こちらの映像は私の方で今見ていただいていた公式さんの方から情報提供されたものを参考に自作させていただきました。まずはなんといっても SS 評価ついてる2ついます。バトルレックス、キングレオ、モンスター闘技場実装になった2018年11月のスペシャルモンスターでございましたね。まあここはもう言わずと知れたというところでしょう。 SS 評価非常に優秀です。私もこれ固定でこの2モンスターはね使ってるという感じですが、その下からですねキラパン、今回の2月のスペシャルモンスターで追加になりましたが、S++ とさせていただいてます。まあ、ほぼ SS に近いんではないかなというところなんですけど、ここがね、序盤に言っていた定義の部分で、獣系ということなので、現状実績のあるキングレオがね、非常に評価高くなってしまってます。まあ、実績評価ベースというところなので、まだキラーパンサーは実装されて間もないというところなので、実績評価が低いんですが、今後キングレオ、キラーパンサー、どっちの方が優秀なのかみたいな覇権争いになるのかもしれません。
ただ現状やはり実績のあるキングレオの方がまだ上かなというところで、それとね同じような話になってくるんですが、グレートドラゴン4番目に出ております。一応順列的には個人的な上位ランキングということで相当させていただいているつもりですが、で細かい思うところに関しては文章で書かせていただいておりますので、停止して見ていただければなというところなんですが、まあ、ちょっとですねバトレックと比較してスキルスロットは一見グレートドラゴンの方が優秀なんですが、メインスキルの光ブレスとピンチに輝く息ともにブレス系なんですが、せっかくグレートドラゴンね力まあまあ、キングレオバトレックと比較すればちょっと劣るんですが、高いんですけどブレス系なので、キングレオについても同じこと言えるんですが、あんまりこの火力を活かせないメインスキルと、まあ、魔物スキルの特徴かなと。で意外に攻撃特技 B が入ることで他のスキル CT に影響してね、ちょっとグレートドラゴン個人的には使いにくい印象なのと、やっぱりバトルレックス使っていくとグレートドラゴンもドラゴンかぶりしてなかなか使いにくいというふうに思えてしまっていますんで、ただ能力的には優秀なんでエスプラですが、人によってはねグレートドラゴンの方がバトルレックスより強いって思われてる方がいてね、そっちの評価が高くて逆にバトルレックスをちょっと下げてるっていう方もいるかと思いますが、個人的にはやはりバトルレックスの方が無属性系を多く詰めて汎用的にダメージを出して効果力、まあ、ちょっとなんですけどね違いとしてはいいかなということでこの評価になってます。なんでここのねバトレックキングレオキラーパンサーグレートドラゴンの関係性っていうのがちょっと難しいということをまあ言いたかったということですね。そして次右側いきますが、こちらも新モンスタータイプ G 低い鳥を S 評価にさせていただいております。ここに関しては両方同じこと言えるんですが、鳥系そしてマシン系それぞれでもともと通常のスカウトモンスターいたんですが、ほぼ上位互換と言ってもいいかなというステータスに見えるので、ちょっと実績は低いんですけどね、ここは期待値を込めての S 評価としてタイプ G 低い鳥を入れさせていただいております。さらに魔将雲も同じですね、エレメント系で唯一の高ステータスと、で性能もまあもう十分ということでここに S 評価入れさせていただいております。でこのボストロールを一応悪魔系の中では S 評価の一番上に置かせていただいております。ただこれカッコですね。この後ね悪魔系も次のページも出てくるんですが、先ほど出てきたアークデーモンとボストロールで次のページで出てくるヘルバトラー、この3体のね悪魔系の評価がちょっとむずいんですよね。一応一貫性としては無属性系でどのモンスターにもダメージをねバランスよく出せるという意味でボストローを一応ここに入れておりますが、次ページちょっと見てみましょう。ヘルバトラーも S 評価とさせていただいてます。まあ呪文系がちょっと使いにくいという印象なので、現状のモンスター闘技場はボストロの下に入れさせていただいてますが、ここもねバトレックとグレートドラゴンのとこで出てきたようにヘルバトラーの方がいいっていうふうに思ってる方もいらっしゃるかと思います。難しいですね。だからもうちょっとした有利条件、相手によってヘルバトラー、ボストロール、アークデモンを入れ替えていくっていうような印象になるんでしょうか。で続いてがバーサーカーなんですけど、ここね意外に最初の11月のスペシャルスカウトモンスターの中でキングレオとバトレックがいたので、ちょっと影をね潜めてたというところだったんですが、今現状の環境になると怪人系唯一のスペシャルスカウトモンスターということで評価は十分高くて、この位置にランクインさせていただいてます。さらにはダークナイト、これも意外な評価だったのかなっていうところなんですけど、まあスライムナイトがね非常に現環境で重宝されているということもあって、スライムナイトの本当ね火力高い版というイメージで、実際使ってみる見るとダークナイト普通に強いんですよね。ここもね、まあ、スペシャルスカウトモンスターが中心に S ランクになっているということで、まあ当たり前というところはそうなんですが、その5ですね、ゴーレムを一応 A 評価の中では一番高くさせていただいてます。これは通常スカウトモンスターでブルリア製でスカウトできたモンスターですね。ここは過去の動画でも言ってたんですけど、無動の眼差しがね実装されたことによって補助特技骨と HP 高かったり軽減系が優秀ということで耐久もできるし、必ず先手を打てるという意味で現環境でゴーレムは非常に高評価なんじゃないかなと、もう S に近い A になってもおかしくないぐらい個人的な評価は高く設定してます。ただ一般的にはそんなに評価はされてないんじゃないかな、ゴーレムっていう感じですね。でその後はキラーマシン、スライムナイト、ガーゴイル、ガイコ2と続いておりますが、キラーマシン、スライムナイト、ガーゴイルに関しては説明不要かなというところですかね。ブルリア製のモンスターの中で非常に多く使われて活躍しているモンスターではないでしょうか。で意外にガイコツがやっぱ評価低いなという印象なんですけど、やっぱピンチにゾンビに力、ここを私はね非常に高く評価しているっていうところもあってですね、ただここにも書いてるんですが、クラウド製で新たにスカルライダーが実装されたことで今後はスカルライダーが使われていくんじゃないかなということですが、まあ一応ガイコツも A ということで、まあ、ここまでが使えてくる
実戦で使えてくるモンスターになってくるんじゃないかなと。それ以外に関してもね、使えなくはないんですが、総合的に見るとこれで全種族カバーできてるっていうところもあってね、ここまでのモンスターをとりあえず頭に入れとけばいいかなと。なのでこのページと1個前のスペシャルスカウトモンスターを含めのランキングに出てきた16体、さらにはクラウド制でゲットできたモンスターの2ページ目にありましたスカルライダーとアークデーモンを含めた20体かなにプラスして A 評価だったやつらを入れると24体ですかね。ここを中心に組み替えを行っていくというところが現状のランキングになってくるかなと思っております。ちょっと走りでね、詳細とか説明しきれてない部分はあるんですが、細かいところちょっと一応書かせていただいたので、停止してね、先ほども言ってましたけど、ご確認いただければと思います。ということで、マルベリが思う勝手に最新モンスター総合ランキングということでお送りしてまいりました。冒頭にも言っていた通り、基本的には3つの定義をベースに評価させていただきましたので、そちらを念頭に置いていただいて、ご参考にしていただければと思います。この動画いいねと思っていただいた方は高評価、チャンネル登録お済みでない方はぜひとも登録ボタンポチッとなとよろしくお願いいたします。今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。